リオン、どこへ行っていたのですか？そちらの方は。母さん、お客様のお相手をしていました。ウィル、こちらは母の夏日です。紹介はいらねえ。ただ話を聞かせてくれりゃいい。え、何かおっしゃいまして？いいえ、何も。こちらはウィルさん、個人に縁ある方だそうです。彼はベアトリーチェのことをより詳しく知りたがっています。母さんはベアトリーチェについては何かご存知ですか？リオン、個人は当主様のかつての恩人です。そしてそれ以上でもそれ以下の関係でもありません。この僧には当主様が個人への生前の恩を報いるためのお式、そう聞いていますし、それ以外のことは何もありません。ありがとう、母さん。ウィル、母が知っていることはこれだけです。ウィル、この礼拝堂は当家の敷地内です。当家のルールに従えってか。当家の客人にふさわしい口調に改めていただく。話は全て私を介していただく。その2つを守っていただけるようお願いいたします。努力すら。あのベルンカステルとかいう魔女に巻き込まれて大いに迷惑です。ですから私も協力はします。しかしあなたと私の立場は対等ですので、それをお忘れになりませんよ。育ちがいいだけのお坊ちゃんだと思ってたらなかなか言うな。これでも後宮家の未来を背負う覚悟はありますので。分かった。仲良く事件を解決しようぜ、ワトソン君。ご協力いただけて嬉しいです。愛病のダイアナを待たせないためにも餌の時間は大丈夫ですか？今日は山盛りにしてある。多少は大丈夫だ。よくダイアナが猫のことだと分かったな。ソファーを引っかえて待ちわびる女性というのも少々個性的が過ぎると思いましたので。ふん。それでまずは誰に話を？誰でもいい、全員だ。あそこにいるのはクラウスの兄弟たちか。向かって右からエヴァおばさん、秀吉おじさん、あちらがルドルフおじさん、キリエおばさん、そしてあちらが後宮ローザか。少女時代に森をさまよい隠し館でベアトリーチェと名乗る女に遭遇した経験を持つ。驚くまいとは思っていますが、本当にあなたは何でも知っている。お前もその話は知っているのか？今日彼女がそう話しているのを漏れ聞きました。辛そうな話でしたので聞こえないふりをしましたが。優等生だな。紹介してくれ、話を聞きたい。辛そうな話でしたので聞こえないふりをした優等生の私に？あら、次期当主様じゃない。そちらの方は？ああ、エヴァおばさん。こちらはウィルさん、個人のために喧嘩に訪れてくれました。んなことはどうでもいい。ベアトリーチェについて知って。個人と後宮家の関わりについてお話を聞きたいと言っています。後宮家との関わりってって言ってもね。後宮家とちゅうよりお父さんとの関わりちゅうべきやろな。正直に言えばいいのさ、親父の愛人ってね。愛人なんて言うとまた夏日姉さんに怒られるわよ。恩人でしょ。そうやな。こんな具合ですが。ローザ以外には興味ね。ローザおばさんは、確かベアトリーチェに会ったことがあると。今日になって急に言い出したのよ。ちょっと信じがたい話だわ。本当なのよ。ベアトリーチェは私が殺したの。事件解決だな。早計です。六軒島はうっそうとした森に包まれてる。私たちが知っているのはそのうちのごくわずか。屋敷とバラ庭園、そして船着き場に向かうちょっとした林道だけ。誰も知らない広大な森のどこかに親父が隠れ屋敷を作って愛人を住まわせてるんじゃないかって話は相当の昔からあったんだ。ローザさんは多分その隠れ屋敷に偶然たどり着いてしまったちゅうんやろな。しかしどうしてローザおばさんはベアトリーチェを殺したなどと。私が連れ出さなければ彼女は死なずに済んだわ。彼女は無垢なひよこのような人だったわ。私が連れ出したから素直についてきた。何も疑わずに私の後をぴったりついてきて、私があんな足場の悪いところを歩かせてしまったから。お前は崖から足を踏み外すことを期待してそこを歩かせたのか。そんなつもりはなかった。ただ海が見たいと思って、歩きづらそうだったから下に降りれば少しは楽になるかなと思って。それは殺したとは言わねえ。事故だ。私が連れ出さなければ合わなかった事故よ。私のせいなの。それに私は血まみれの彼女を見捨てて逃げ帰ってしまった。あんたのせいじゃねえ。ベアトリーチェは海を一度も見たことがなかった。それをあんたが初めて見せたんだ。つい浮かれて一歩踏み外しちまったんだろう。どうしてあなたはそれを。ベアトリーチェはあんたに感謝こそすれ恨んでるわけもねえ。そうかしら。本当にそうなのかしら。柵の外の世界へ出たいと懇願したのは彼女だろう。お前はその夢を束の間だけ叶えたんだ。俺がベアトリーチェならその束の間の時間をお前に感謝するだろうよ。なのにお前がいつまでも苦しんでると知ったら申し訳なく思うだろう。ベアトリーチェはお前に感謝してる。海が青いってことを教えてくれたあんたをな。それは本当に。俺が保証する。ありがとう。その言葉はベアトリーチェが今もあんたにささやいてる。ありがとう。よくもそんな無責任な言葉を堂々とかけられるものです。責任がなけりゃ女を慰めることもできねえのか。多少は見直しました。どなたか存じないけれどありがとう。彼女は私を許してくれるかしら。あんたは20年近くもそれを悩んだ。長すぎだ。彼女はもう勘弁しろと言ってだ。そうですよ、ローザーバさん。あなたが悲しめば悲しむほど、きっとベアドリーチェも悲しむでしょう。あなたまでありがとう。私には、私が許されるかどうかわからないけれど、彼女が許してくれるかどうか、胸の中で問いかけてみることにするわ。二人ともありがとう。恥ずかしいところを見せてごめんなさい。綺麗事を言った下の根も乾かねえうちで恐縮だが、聞かせてほしい、当時のことを。ウィルさん、ありがとう。大丈夫よ、話すわ。誰にも話さずにずっと隠してきたことが私の一番の罪なのかもしれないから。お前がベアトリーチェに出会ったのは正確にはいつ頃なのか。20年ほど昔の話よ。いえ、19年前か18年前かもしれない。ごめんなさい。長いこと無理に忘れようとしてきたものだから、そこは少し忘れかけてるわ。1967年のことのはずだ。そうね、多分1967年頃だわ。あの時の出来事は写真のように鮮明に覚えてる。忘れられないの。辛かったら無理に話す必要はありませんので。写真のように鮮明に頼む。痛えぞリオン。何のことやら。家庭教師が私の内緒話を母に告げ口していたのにショックを受けて、あの日私は自暴自棄になって森の奥へ奥へどこまでもかけていったの。ほんの少し分け入ることすら難しいあの深い森を。自分でも驚くわ。あんなうっそうとした森をよくもあんなに深くまで、たくさんの梢や鋭い葉っぱで苛まれたわ。でもあの日の私は気にしなかった。森の奥へ消えることで永遠に消えてしまいたかったし、もし本当に森の奥に魔女の館があったなら、自分を幸せの国へ連れて行ってくれるか、カエルにでも変えて森の住人に変えてくれると思っていたから。そしてあんたは隠し屋敷クアドリアンにたどり着き、そこでベアトリーチェと名乗る女と出会う。ええ、あったわ。そのベアトリーチェは肖像画のベアトリーチェと同一人物だったか。ええ、同一人物だったわ。美しい青い瞳、黄金の髪、黒いドレス、まさにあの肖像画通りの人物だった。私はあの肖像画をお父様が掲げた時、私が忘れようとあがいた20年の月日はお父様にとっても同じ、あるいはそれ以上の日々であったと気づき、さらなる罪に怯えたわ。それ本当にローザさんの出会ったベアトリーチェのことなのかしら。ベアトリーチェってのは戦後すぐの頃、親父に黄金を貸し付けた勇敢マダムのはずだぜ。お父さんはベアトリーチェの黄金を元手に後宮家を復興して大金持ちになり、そして六軒島を買い取り移住するんや。ローザさんが出会ったのはそれから10年以上も先の話になるで。10トンの黄金を自在にできるご婦人が小娘程度のわけはない。ましてやローザがあった頃にはそれからさらに10年以上が経過してる。ローザ、あんたのあったベアトリーチェはいくつくらいに見えたのよ。当時の私よりは年上に見えたけれど、それでも多分成人したかどうかという年に見えたわ。そう、まさに肖像画のベアトリーチェくらいの年齢よ。中年あるいは壮年に見えたか？大人か子供かって言われたら明らかに子供に近い年齢だったが、中年なんてとんでもない。だからそれじゃおかしいのよ。あんたの会ったベアトリーチェとお父様に黄金を与えたベアトリーチェ、年齢が合わないのよ。つまり別人ということだ。よく似た同じ名前の別人？娘かもしれんな。親子ならよく似とったに違いない。愛人の娘ありえるわ。黄金を授けたベアトリーチェとの間にお父さんは隠し子を設けたとか。それがローザの出会ったベアトリーチェ2世ってわけか。年齢的辻褄は合うな。うん、なるほど。つまりベアトリーチェと呼ばれる人物は2人いるわけですね。どうやらこの葬儀は隠したがゆえに弔うことができなかった2人のベアトリーチェのためのようですね。ローザ、思い出したくねえだろうが、事故の時の話を頼む。ベアトリーチェが転落した時、まだ息はあったのか？いいえ、目を大きく見開いていた。頭から真っ逆さまに落ちて、岩浜の岩の鋭い角に頭をぶつけて、それもあの高さから。頭部は陥没して裂けてたわ。美しい黄金の髪がみるみるうちに赤黒くあふれる血に染められて、一目見て死んだと確信できる外傷だったのか？割れた頭の中身を見たわ。それも握り拳次第に陥没して、あれを見て生きててほしいなんていくらなんでも虫が良すぎるわ。ウィル、それ以上聞く必要はありますか？事故時はもういい。それからあんたはどうした？一目散に駆け出したわ。誰かを呼びに行くためなんて綺麗事でさえない。その場から一刻も早く逃げ出したかったの。錯乱状態になりながら、涙と荒い息でめちゃくちゃになりながら、でたらめにどこまでも。そしたらいつの間にか見知ったライオンの彫像に出くわしたわ。ああ、礼拝堂の前の？いいえ、裏のよ。とにかく私は屋敷に帰り着いた。誰にも話せない、話したくない。私は夜まで黙っていたわ。ひどい話よ。急いで誰かに話し、救急箱を持って戻っていたら彼女を助けられたかもしれないのに。頭蓋骨陥没を救急箱の何で救えたってんだ。お前が殺したわけじゃない。もう気にするな。それでローザおばさんはどうしたんですか？ベッドで何度も寝返りを打ったわ。眠れなかった。深夜にこっそり源氏さんに電話して打ち明けたわ。源氏は何と言った？自分に全て任せ、誰にもこのことは言わないようにと。後日きっとお父様に呼び出されてひどく叱られるだろうと数日の間怯えたわ。でもそれはなかった。源氏さんはいつものようにしずしずと仕事をする日々。お父様は相変わらずの書斎ごもりで何も分からない。少なくとも私たちの耳には入らなかったわ。源氏さんがうまく処理してくれたんだろうね。表沙汰にできない子だったでしょうからね。うん、隠し子っちゅうたって血を分けた子供や。その葬式もまともにあげられんかったんなら、そらお父さんも心苦しかったやろな。それがこの葬儀というわけですね。それから私が知っている話はこれで全てよ。うん、俺が知っている話もそれで全てだ。これ以上